オリックスの左腕エース宮城大弥投手が27日のソフトバンク戦で怪我からの復帰登板を果たし、5回を2安打無失点6奪三振の好投で4月21日以来の3勝目をマークしました。左大胸筋の損傷で離脱し、5月8日以来のマウンドも落ち着いていました。150キロ前後のストレートとスライダー、チェンジアップを織り交ぜ持ち味を発揮。初回に森の3号ツーランなどで3点の援護をもらうと、4回には2アウト1、2塁から甲斐をチェンジアップで空振り三振に仕留めてピンチを切り抜けました。宮城は投げ終えてよかった、全体的にどのバッターとも勝負できたところは良かった、いい緊張感でしたと汗を拭いました。50日ぶりのマウンドで85球を投げました。中嶋監督は3回か4回で交代させる考えでしたが、続投を志願し、4回のピンチでは最後の最後で一番のベストボールというか、その打席の中でいい球がいって結果につながったと鷹の強打線を封じ込みました。リハビリ中は正直面白くない日々、投げられないですし、キャッチボールとか普通の練習ができない、その日々が続くとなったら面白くなかった、でも投げられるようになってから野球の楽しさに気づけたと思う。5月10日に出場登録を抹消され、6月19日の2軍戦で実戦復帰。故障者続出で借金生活に苦しむチームを救うべく、21日から1軍練習に合流し、復帰登板で価値ある勝利をつかみました。苦難を乗り越えて帰還したエースは、安堵感というより携わってくれたトレーナーさん、チャンスをいただいた監督、コーチに感謝したいと思います。僕自身というよりチームが一つ一つ勝つことが大事、少しでも連勝を多くしたいと巻き返しを誓いました。